にちは。今回はとある日の30分でできる簡単晩ご飯を作っていきたいと思います。ぜひ見ていってください。こちらはなめこですね。なめこは見ると買っちゃいます。普通にお鍋に入れてなめこのお味噌汁を作ってます。あとは旬のアスパラ、下処理をしておきます。小松菜は一束だけ切っておいて、トマトも輪切りにしておきます。今日切るお野菜はこれだけです。美味しそうな綺麗なサワラ、こちらも今が旬のサワラです。美味しそうで購入しました。お塩で下味をつけます。お魚は少し味をなじませておいて、フライパンに油を引き、今度はアスパラガスを豚バラ肉で巻いていきます。アスパラガスも今が旬でとっても美味しいです。余った豚バラは明日にでもすぐに使うので、このままサランラップで直しておきます。こちらも下味で塩をつけます。塩コショウだけですね、味付けは。焼いている間にトマトを盛り付けておきます。これはサワラに片栗粉をまぶしています。アスパラガスの方は全体的に焼けたので、チーズを上から乗せています。多めの油を入れてフライパンが温まったらサワラも焼いていきます。ここでキャベツを取り出して、キャベツをスライスしていきます。はい、片面焼けたサワラをひっくり返します。こちら無限キャベツの素を使います。開封してこちらのパリパリ麺を袋の中で潰して入れます。そして付属のタレを混ぜるだけで簡単にもう一品できちゃいます。スーパーなんかに売っているカットキャベツを使っても手軽でいいですよね。これだけで一品完成。食べ盛りのお子様にもボリュームがあっていいんじゃないでしょうか。アスパラの肉巻きチーズ焼きが完成です。この焦げたチーズが美味しいので、こちらも一緒に入れます。次にお水を入れて火にかけました。初めてお塩以外の調味料が出てきました。醤油大さじ1、みりん大さじ1、酒大さじ1と適量の水で沸騰させています。その間に昨日の残りのすりおろした大根と、大根おろし多めがいいので今さらに大根をすりました。こちらを入れて火にかけ、はじめに刻んだ小松菜も入れます。そしてこちらは片栗粉です。水溶き片栗粉でとろみをつけたら、みぞれあんの出来上がりです。そして最後の最後になめこのお味噌汁にお味噌を入れています。もうこのあんかけは何にかけても美味しいですよね。うわぁ美味しそう。野菜もあるの？野菜もある。いただきましょう。
まだお口入れたばっかりじゃん。そんな美味しい？うん、美味しい？うん、うわ、大きいお口。めっちゃ食べるじゃん、キャベツ。美味しいね。いかがでしたでしょうか。ご紹介したこちらの無限キャベツは、おかずにもう一品欲しいときにキャベツと混ぜるだけで火も使わずに簡単にできるので重宝します。ごま油の香りがとても食欲をそそるし、パリパリ麺が香ばしくて一口食べたら止まらない病みつきな味わいで、キャベツや野菜がたくさん食べられます。今回はキャベツだけでやったんですけど、トマトだったりコーンだったりツナだったり使っても美味しいです。野菜嫌いなお子さんもたくさん食べてくれるんじゃないかなって思います。うちもいつもお肉やメインから食べちゃう息子ですが、この無限キャベツは真っ先にキャベツから食べ始めるぐらい大好きみたいです。食卓にもう一品欲しい時や、お酒のおつまみに幅広く使えるので、ぜひ試してみてください。最後までご視聴ありがとうございます。また次回のビデオでお会いしましょう。さよなら。